白いマットのジャングルに、やばい、今日はやばい、やばすぎます。まあ早速インタビューしていきましょう。今回このポイントは初めてですか？はい、初めてです。あ、本当ですか？はい。なんか期待ワクワクしている感じで、どうですか？はい、なんかあります？なんかそうですね、楽しみです、とりあえず。わかりました。はい、じゃあ頑張ってきてください。はい、いきます。どっから入ればいいですか？これ金ちゃんに聞いた方がいいかもしれない。了解です。先の方からゲットとか思うんで。了解です。はい、頑張って行きます。はい、すいません、ここでインタビュールームです。ルームです。一人ずつ。はい、純、はい、今回どうですか？でかいっすね、ドキドキっす。出れるかどうか、とりあえずまずはやってきます。タイミング次第ですもんね。ですね。わかりました。今回どんな技を仕掛けますか？いや、もう波に乗れればとりあえず頑張ります。わかりました。頑張ってきてください。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。お名前を教えてください。児玉です。さあ、今日はでかいですね。そうですね、上がりましたね。さあ、意気込みを教えてください。純先輩に一緒にちょっと頑張ります。わかりました。今日はどんなサーフィンを見せてくれますか？あー、でもまあとりあえずいい波乗れるように頑張ります。わかりました。はい、頑張ってきてください。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お名前を教えてください。今見天使です。今日はでかいです。そうですね、結構サイズありますね。どうですか、自信の方は？まあ多分乗れると思うんですけど、ちょっと久々のサイズなんでちょっとドキドキしてます。今日は、はい、昨日と違って、はい、サーフボードが赤いんですけど、はい、これはちょっと長くて、いつも乗ってある 2インチ長くて、でまあちょっとまあスピードぐらいまではこれでやろうかなって感じ。じゃあ今回の抱負を教えてください。はい、まあ、とりあえず、乗れるように頑張ります。わかりました。はい、怪我せずに帰ってきてください。はい、ありがとうございます。頑張ります。じゃあ頑張ってきてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、おはようございます。おはようございます。今日は何時起きですか？今日5時半ですね。今回のために早起きしましたね。そうですね。今日の波はどうですか？見ての通りですね。でかいですね。地震のほどは？おお、まあまあぼちぼちで。じゃあ今回の抱負を教えてください。抱負？うん。はとりあえず乗れればいいかなって感じですね。わかりました。じゃあ無事に帰ってきてください。はい、了解です。いや、そんな余裕っす。あ、余裕っすか。はい。あ、すいません。はい。やらっか。おはようございます。おはようございます。お名前教えてもらっていいですか？お名前伊藤リアルです。マジっすか？はい、伊藤リアル君はこんな白いウェットスーツを着ないんですけど、どうしたんですか？これはやめてください。やめてください。はい、今回は波がでかいのですが、はい、抱負教えてください。そうですね、とりあえず怪我しないように無事生還ですね。ですね、それが一番ですね。はい、それが一番です。とりあえず頑張ってきます。 OK、 頑張ってきます。じゃあ弟子のいびくくんですけども、はい、どうですか、怖くないですか？いや、怖いです。でもお父さんが入れと、はい、いうことで入るんですか？いや、自分の意思で入るんですか？はい。本当ですか？わかりました。じゃあ伊藤リアル先輩と一緒にセッションを楽しんできてください。はい、マジで怪我しないように帰ってきてください。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃい。行きます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日もですね、伝説のポイントにやってきております。今日はちょっと危険な波ですね。いつもは冗談を言ってますが、
今日はちょっと気合を入れて頑張っていきたいと思います。せーの、ドン。はい、じゃあ今日の抱負を教えてください。抱負、どんなサーフィンしますか。どんなサーフィン、波がちょっとでかいんで大きなターンをしたいと思います。じゃあ無事に生還できるよう祈っております。頑張ります。じゃあせーの、ドン。どこから入ろう、から入ろう。はい、ということで白いマットがこれだ。まずは児玉プロがトップターン、そしてプロアウト。続いて藤田良俊、いった、フローター、ナイスタッチダウン。そしてもう一発、おっとちょっと引っかかった、ナイスです。白いマットです。白いマットの前に現れたのが川端栄心。カーブを入れながら、おっとちょっと引っかかった。そして高島いぶき、さあいぶきん行った、しかしすぐにプルアウト。その前にドロップしたのが渡辺か。まずは様子見ですね。おっと狙ってる、チューブを狙っている、しかし巻いてこない。まだ満潮時なので巻いてきません。さあそして両春がもう一度トライ、大きなラウンドハウス、しかしノーズが引っかかった。大丈夫か、板は大丈夫か。おっと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 、上がってきました。両春どうした、何があったんだ。コッ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 、板折れたんですか。あー、やっちゃいましたね、あの時ですね。いや、ドルフィンス。あ、うそ。セットのドルフィンしたら、こうやってもこうやってドルフィンしたら、もうここからグリッてガーッてきた。そうです。あ、プレッシャーで。早急に変えてください。そうそう。もうちっちゃいやつしかない。うん、手前で行けって言ったやん。え、手前だったっすよ、俺だいぶ。いやいやいや、もっと手前。いや、あそこは。天心がね、結構乗り寄ったよ。ああ。いや、でも分かんないです。全体、うん。まあ、全体的に、こう、雰囲気で動いてみてくれ。オッケー。あ、頑張れ。ちょっと板変えてくる。よし。立つんだ、立つんだ、ジョー、安土ジョー君がテイクオフ。白いマット波を切り刻んでいく。さあ何を見せてくれるか、世界のスーパースター。おっとナイス、やはり体感が違いますね。この波はね、先ほど両親が言ってたようにドルフィンしただけで板が折れる、グリグリすごい波なんですよ。さあ小戸くん頑張れ、行くんだ。白いマットにしかし倒れてしまった。さあ栄心が行った、軽めのチェック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 ターンを繰り返して、おっとちょっとブレイクが早い、しかし前に出てまずは軽めのトップターン、そしてレイバック気味、そして何する、ブルーアウト。さあ栄心、またしても栄心手前の方でね、栄心はいい波を捕まえてましたね。そしてカーブからのトップターン、おっと後ろに女子が乗ってましたね、やりますね。さあ藤田ヒューセイ、いった、でかいぞ、これがセットか。しかし白いマットに飲み込まれた、ダンパーだもんこれは、もうって感じで。さあ後ろは誰だ、さあ天然がいった、カモン。おっと白いマットに引っかかった、そして板をチェンジしてきた両春が再びゲットアウトしようとしております。なんかチンコ触ってますね、ポジションが悪いんでしょうか。さあそしてシーバジュンがテイクオフ、まずはチェックターンを繰り返しパンピングですね、板が降りないのかな、なんでだろうみたいな。さあそして倒れてしまった、そして後ろは誰も行かない、カメラが探す、カメラが探しております。セットが入ってきました、さあ誰が行く、誰が行く、誰が行った、誰か行った、誰だ、君は誰だ、君の名は、君はでん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 、渡辺か、行った。リップを食らいながらチェックターンを繰り返し、そしてカーブちょっと引っかかってますね、やっぱりチューブ狙ってますね。しかしまだ巻いてこない、巻いてこないのでプルアウト。
さあそしてセットがどんどこどんどこ入ってきております。さあ誰だこれは、安土ジョー君っぽい感じだがどうだどうなんだ、君は誰だ。安土ジョー、さすがです。うまくクリアしてプルアウトですね。そして A シーン、この日はね A シーンが猛チャージしてましたね。もうこれだという波はもう次から次へとテイクオフしておりました。未来、いやもうじき素晴らしいサーファーになっていくでしょう。さあセットはどんどこどんどこ入ってきております。さあ来た、後ろはでかい、誰が行く、誰か行った、でかー、これは誰だ、多分藤田ヒューセイかな、このスタイルは。しかし白いマットに叩きつけられた。そしてその前におっと渡辺勘が行こうとするが乗れない、そして誰も行かない、波はグリグリ吹き始めました、潮を吹き始めました。さあ天然がテイクオフ、まずはチェックターン、おっと一本背負い足払いか。さあそして波は徐々に牙を剥き始める、グリグリ、そして潮吹く、プッシュ、そんな感じですね。さあそして後ろビハイン、誰が行く、誰も行かない、誰だ、誰も行かない、なぜだ、なぜなんだ、それだけすごい波なんです。さあ伊藤リアルがテイクオフ、頑張ってくれよ。まずはトップターン、そしてチェックターンを繰り返して様子見ですね。どう変化するのかわからないのでまずは様子見です。アップスダウン、アップスダウン、おー来た、さすが神の子、普通じゃねー。さあもう一回見てみましょう、よーく見てください。伊藤リアルの血筋やばいっすよ、もう前に板をね飛ばすようにアップスダウンしてるんですよ。ほら血筋すげー、こうやってサーファーのお尻はヒップアップしてるんです。さあチェックターンを繰り返しながらここだ、さすがですね、もう小さい時からここに入ってましたんで、もうブレイクポイントとタイミング分かっております、ここだということでチューブイン、さすがですね伊藤リアル、普通じゃねえ、半端じゃねえ、普通はここでもう捕まってしまうところを、ほら来た、ほら来た、余裕です、見てますね、ずっと波の変化を見てます。さあそしてチェックターンを繰り返しアップスダウンで加速、おっと乗りすぎじゃねえお前、ここまで来るとね岩が近いんですよ、危ないんですよ。さあそしてヒロナリがテイクオフ、ビッグエバーです、カレンズを得意としております。さあそのヒロナニが、あった、白いマットに叩きつけられた感じ。さあそしてリョウが乗ってる、お、グラブレール狙ってますね、狙ってる、チューブ、しかしちょっと潰れてしまった。さあ両親が言った、でかいぞこの波は、まずはトップターン、そしてリップを避けながら、さあ狙ってきた、来い、カモン、おっとこのまま行ったのか、もう一回見てみましょう。さあ狙ってきた、グラブイン、チューブイン、出てこいよ、おっと前が落ちてきた、どうする、無理か、無理だった。さあそしてこれはシーバジュン、チェックターンを繰り返しながら見てますね、ずっと波の変化を見てます。おっと白いマットに叩きつけられましたね、っていうか持っていかれましたね。さあヒューセイがセットに乗った、カモン、チューブインか、さあさすがです、あんたさすがです。さあもう一回見てみましょう、ヒューセイもここはもう小さい時からもうお父さんにおら入れって言って、もうスパルタで入らせられてたんで、もう分かってます、熟知しております。さあ来た、チューブイン、綺麗にいい波を捕まえましたね、ほらここです、どっさり入ってます、
出口の方からカメラ狙ってるんですけど、ここまで入ればもう完璧にもうどっさり入ってますね。すごいです、見てください。余裕かまして手を後ろに回しましたよ。スタンディングチューブです、見てください、素晴らしい。さあそして手前の方、下の方に弟の両親がゲティングアウトしながら兄のチューブライディングを見てます。お前やるやねえかみたいな感じで見てますね、ゲットしてますね。さあそれを見せつけるかのように藤田ヒューセ、あらアドレナリンが出てますね、吠えてましたよ今。さあそしてこれは天然テイクオフ、様子見です。ちょっと前の波のスープが残っているのでスピードがちょっと乗ってない感じですね。そしてプルアウト。さあ一斉に皆さんゲットしてます、パドリングアウトです。しかしこの子は小さめの波に乗ろうとしてます。怖かったです。わかりましたよね。はい、あの一本乗ろうとして乗れなくて振り返ったらビッグウェブが来てましたね。はい、来てました。その時の心境を教えてください。死ぬかと思いました。小さいのに手を出すとこんなことになるんです。あんた分かっちょらんやろ、クラウトよ。セットが来たら沖に逃げんと、やばいです、かなり揉まれたはずです。さあそして天宿がテイクオフ、まずはチェックターンからのトップターン、そしてわー、スピードアップスピードアップ、そう、うわー、惚れてるところ当て込んできますね。さあそしてグラブ、グラブできた、お抜けた、ナイス、いけ天使、そしてカットバック。さあそしてチェック、あこっち見てますね、岩が気になってこっちをちゃんと見てますね、さすがです。危険です、ここは危険エリアです。さあそして伊藤リアルもテイクオフ、しかしすぐにプルアウト。さあそしてカメラが探しております、ジョー君がテイクオフ。この動画が良かったと思うあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね、バイバイ。で、この子は誰？